地元坂出市出身の彫刻家辻野栄一さんは現在四国職業能力開発大学校の准教授として造形デザインを教えています。そのゼミの学生4人が坂出市立病院5階の中央ラウンジの壁画作りに取り組みました。先週11日に伺うと白い壁面に緑豊かな木々が姿を現していました。この場所は入院患者さんや家族などの憩いのスペースとなっていますが、呼吸器系の患者さんが多く、他のフロアのようにプランターが置けないため、白い壁だけの殺風景な雰囲気となっていました。そのため病院側がどうにか安らぐ雰囲気にできないかと辻野さんに相談したところ、授業の一環で学生が壁画を制作することになりました。病院側とデザインの案を相談して考え、緑の葉が豊かに茂る大きな木が患者さんに癒しを届けるというイメージになりました。2500枚から3000枚の葉をカッティングシートで1枚1枚切って作り、奥行きを出すため色合いを考えながら貼り付けていきました。2週間かけて壁画は完成しました。制作に当たった学生4人に話を聞きました。まあ、初めここのまあパントリーはまあ植物とか置けなくて、まあそういう条件だったので、まあそこら辺も考える難しかったんですけど、まあ完成も近づいてきて、結構まあ緑があって癒しも感じれるような空間になったと思うので、まあ皆さんにぜひ見てもらって、まあ休憩の仕事の合間とかの休憩時間にまあその安らげていただければと思います。どのようなイメージで作りを考えますか？はい、癒しをモチーフとするために、植物や動物をメインとして考えさせていただいて、僕は主に中の方を担当したんですけど、やっぱり植物をより自然に近づけるために葉っぱなども自然のものから採取してかたどったりして作らせていただいて、そうですね。で、僕のやつではこう中に写真の額とかを飾るようになってるんですけど、あの中に病院の患者さんなどのなんか笑顔とかの写真を入れていただけたら、より一体感が生まれていいと思います。ありがとうございます。はい、僕はこちらのラウンジから見える方をデザインしたんですけど、僕はこの窓を真ん中に取って、中心からこう大きな木を作ることによって、今流行っている SNS 映えするような病院になるんじゃないかなと思いました。それでこの大きな木に鳥が集まってきている感じも、こう病院にこのいろんな人が集まってきてという感じになったらいいなと思いました。ここの、まあ、考えてくれたデザインは、まあ、こちらの2人なんですけども、まあ、色合いとかもすごい綺麗に仕上がっていると思いますので、まあ、この患者さんの方々にはここでくつろいで、ほんで休憩ができて癒しを感じてもらえるような空間に最後まで全力を尽くして仕上げたいと思いますので、ぜひここでくつろいでほしいと思っています。インテリア関係の仕事に就くことを目指す4人にとっては貴重な経験になったのではないでしょうか。